よくわかんないけど体に良さそうみたいなイメージがあって、でも難しくて始められにくい、始めにくいみたいな感じがありました。何がどのようにいいかっていうのははっきりわからないですけど、オーガニックって書いてあるだけで体にいい、安心っていうイメージです。名古屋で開催されたオーガニック料理ソムリエの講座を受講して、その時にあ、これだと思って入りました。タイミングと偶然が重なって、なんとなく無料レッスンに申し込んだんですけど、もうレッスンを受けたらもう偶然が必然になって即申し込みました。ズバリ先生に一目惚れです。健康になりたいっていうのはあったんですけど、それ以上に主人がすごい太っちゃったので、それを痩せさせて元に戻って、もう一回かっこよくなってもらいたいって思いました。はい、もともと好きな食に関することで自分のためにも家族のためにもなって、ただネットでも本でもできない勉強をしたくて、全てに当てはまったのがジーベジでした。 家で使う食材と調味料が全部変わりました。でスーパーに行った時のものの買い方とかも、もう全然今までと違うようになりました。食の知識を身につけられたことで自分だけではなく家族全員が幸せになり、病気をしにくくなったので毎日家族に笑顔が増えた気がしました。食生活が変わって息子のアレルギーがかなり改善しました。それから私もありがたいな、幸せだなって感じることがすごく多くなって、心も体も健康になって生命力が上がった気がします。私も毎日本当にすごく体調が良くて、主人は目標にしてた5キロはもう達成して、今7キロ近くまで痩せてきてるので、こう肌きれいになりたいとか痩せたいとかそういうのあったら絶対その通りになるので、もうおすすめです。私はこちらの基礎コースに通っていた時、当時お付き合いしていた彼と入籍し、すぐに妊娠、翌年出産と幸せな出来事が立て続けにやってきました。忙しい中、お金と時間をかけて受ける習い事は楽しいだけではなくて、希望と未来につながる貴重な時間です。知識以外に人との出会いも大切につないでいけたら、より実りの多いものになると思います。自己流でいろいろやってた時とかに比べたら、もう今は確信を持って何でもできるので、なんか安心する場所です。私にとって食の知識だけではなく、女性として魅力的になれる方法、母親として健康で幸せになれる方法を学べる魔法のような教室です。レッスンのたびに先生から刺激、元気、前向きな気持ちをもらっています。帰り道は足取りも軽く気持ちも力強くなります。